岡山県玉野市。美しい瀬戸内海を望むこの地で、私は驚くべき発見をしてしまった。岡山にもう愛が。太平洋を経て遠く離れたイースター島と日本にもう愛が。やはりムー大陸は実在したのだ。しかしこのモアイ、やけにニヤついてんな。いいえ、この岩は通称ニコニコ岩。王子ヶ岳と呼ばれるこの一帯はおよそ8000万年前に隆起し、その後ゆっくりと大きな岩が立ち並ぶ今のような地形になっていったと考えられています。この岩も岩の切れ目に地下水が入り、ユーモラスな表情が形作られていったのです。巨岩や奇岩が多い王子ヶ岳の地形はフリークライミングやパラグライダーに最適。また麓の渋川海岸は中国地方屈指の海水浴場として有名です。ここは景色だけでなくスポーツやレジャーも楽しめるアミューズメントスポットだったのです。